この間がやだ。 OK 帰ってきた。生電話、え、待ってるよ。まだ鼻声そうなの。でももう8割ぐらい治った。よかった、治ってきましたよ。よかったよかった。明日はそう、下北 FM さん初めて、そうなの、出るんよ生電話がね、番組のコーナーであるみたいだから、そう待ってます。そう、着替えて嬉しかった。こちらこそありがとう。そうなの、7月までにね治りそうかな、今のところなら。あとはちょっとだもんね、7月も頑張りましょう。好きは出るときは出るけど、最初に比べたら全然良くなった。そうなんよ。初めてだね、下北。今週は初めてのことがいっぱいです。ナナフェスもあるし、下北もあるし、そう、今月は今週に全部大変なことが詰まってるから、そうだから、とりあえず半分ぐらい終わったから頑張りましょう。そう、下北リモートです。イエスイエス。そうなんや、本当は今日 AKB さんの公演に行く予定だったけど、行けなくなっちゃって悲しい。そうなのよ、本当はもうね何ヶ月前から言ってたけど、行きたいです。行けなくなって悲しい。また次、そう、行ける時に行けばいいね。出張公演じゃなくてもね、劇場にいつか行ってみたいし。私は早く48グループ全部の劇場を回りたいので。そう、 AKB さんもだけど他のグループさんとこも行きたいよね。そう、そうなんよ。27日はオンライン初めて、うわ嬉しい。待ってるね、オンライン。了解、嬉しいね、初めて。いいですね。もうね、お話し会もこのアルバムもあとちょっとになっちゃった。待ってるねね、AKB さんのリニューアルが終わったら行きたいね。意外と私は SKE さんの劇場しか行ったことないよね。そう、 SKE さんだけ、 AKB さんはないよね。オンライン久々行く。 OK 待ってるね、チャット行きたい。え、待ってる、まだいつか分かんないけど、チャットには合ってるね。そう、クアラルンプールはまだパスポート持ってないから、とりあえず国内のね、シティ以外の5つのグループの行きたいね。 AKB さん、 SK さん行ったことあるけど、何回も NMB さん、 HKT さん、 NGT さん、なんなら SKE さんに関しては、あの SK さん、まあ劇場はどこもだけどステージがあるじゃん。ステージがあって、ここに客席があるけど、ステージのさ、だんだんの一個ちょっと下がったとこだけど、そこでなら踊ったことあるんよ、 SKE さんの劇場。そう、実は SKE 劇場で、ステージの上ではなくステージの一個手前部分だけど、そこで踊ったことがあるんよ。私オーディション受けてる時に、 SKE さんのオーディションで地域さん受けてたから、そう、ステージの一歩手前でなら踊ったことがある。賛成、かわいいよ、踊りましたね。そう、今度はステージでね、 SKE さんのメンバーではなく ST としてだけど、そう振り込み勢やばい違うよ、オーディションで、そう踊ったんよ。
5人ずつだっけな、4人ずつだっけな、そう踊ったよね、オーディションで。懐かしい、まだ中3の時だ、3年前とか。そう NMB さんの劇場行ったと、おカフェ あった時に、あーなるほどね、いいね、行ってみたいね。 SKE さんはあの栄の駅からさ直結だからすごい分かりやすいね。他のグループさんの劇場はさ駅からとかアクセスどうなんだろう、いいのかな。そうそうなんよ、 SKE にね受かってた可能性もあるもんね、もしかしたら。本当にそうだと思う。何があるか分かんないですね、人生。サンキやね、他のグループも受けたことあるよって子が多いから、本当に会えたことが奇跡ですね。観覧車、え今観覧車さやってるよね、選抜メンバーさんがさ観覧車のあのステッカーじゃない、なんていうんだ、ラッピングやってるじゃん。あれいつまでか分かんないけど、やってる間に帰省したいな。あれ私ね、あれないよ、あれ一回だけ乗ったことがあるんよね。そう行きたいな。SKE センター出会えてない、おそう基本ね48グループとか坂道さん、イコラブさん、ゲームだけど勝手に行けないからね、マネージャーさんと一緒に行かなきゃいけないから、そう簡単に行きたい行けるじゃないから、メンバーは。そうなのよ、新潟に、あ、ST 確かに行ってたね、この間観覧車そう乗ったことがあるんよ。大きい観覧車、あのドンキの前のね、そうサンシャイン栄、初めて買いました、嘘だいつも来てくれてるじゃん、待ってるね。メンバーさんそうサインしとった、オムランズさんもしてた。行くしかないよね、普通に考えて。あれいつまでなんだろう行きたいね。そう行きたいね、コラボ中に。そうなの、行きたいとこである。メールのチョコケーキ食べかけ、そうなんよ食べかけのケーキ一瞬でなくなった、多分5分もかからんかった。多分ねケーキの大きさが3号で一番小さいサイズだったから、そう食べてたら一瞬でなくなっちゃった。そうなのよ、11月頭今月中に帰れたらいけるのか、うわーいいね。今帰ってくとシナモロールの可愛いラッピング電車に会える、どこにあるの、気になる、行きたい、え、そっちも行きたい、やば、え、帰るしかないやん。実は今度のナナフェスが終わったらね、ちょっと帰れそうなんよね。そうまだ先の予定がね分かんないからあれだけど、ワンチャン帰れそうなんよ。何回か乗ったことある、本当私は1回だけだけど乗ったことある観覧車。そう切り分けて食べたんじゃないよ、スプーンがいっぱいあってみんなでスプーンで食べた。そう上に乗ってたイチゴが美味しかった。そうで分かりました、今 SK さんの話しとってんよ、ちょうどケーキ美味しそうでしょ、めっちゃ美味しかった、チョコだったんだけどクリームが美味しかった。オンライン始めましたのでよろしく、あー嬉しい、楽しみにしてるね。こんばんは、こんばんは。観覧車好き、いいよね観覧車。言われてるよ、ラピングネーション時刻表出てる、そうなの、ちょっと行きたいねそれは。え、いいね、うわ実家帰るタイミングを見つけたかもしれない。これはあれなんよ、学校通ってた学校の友達とかとも会いたいし、昨日かなちょっと久しぶりにあの岐阜で通ってた高校の友達とね LINE を、仲いい子のグループ LINE があったんだけど、そこでそう話しとったんよ。そう私と同じ学年だから、同じクラスだから、同じ学年だからさ、今高校3年生でみんな卒業後どうするのって聞いたりして、そうなの、高校生のうちに会っときたいなって思
ファストパス目当てで1日17回やばいね。17回やばい。観覧車ループしてる人やばい。おもろすぎる。10月下旬からクックぜんざい。うわ、ぜんざいおいしいね。いいね。うわ、これは10月に帰れって言われてるのかもしれない。私は帰るべきかもしれない。これはいやー乗りたいね。観覧車久しぶり。観覧車乗ったのね、あれ私小学校高学年か中学生の時だからだいぶ前だね。5年とか前な気がする。多分に1回だけ乗ったことがある。 100% 見える。うわ行きたいねそれ。私は今18歳です。そうサンシャイン栄のそう話してた。ハロウィン、あそうコスプレしたい。昨日ね話してた黒猫をみんなが強く期待をしていたのでちょっと探そうと思います。黒猫なんなら配信でさ話してたらさ配信でさ一緒に考えてもいいよね、ハロウィンのこと。30年前にボーリングしていいな。私も今度スペイベでボーリングがある。ボーリング超久しぶり。こっち引っ越してきてから一回も行ってないから超久しぶりなんよね。推しの乗車カード引くまで帰れま10。やばいねやばいね。ワンダーランドわかんないな。聞いたことあるけど乗ったことないと思う。そうエスティ遊園地見てね。今まで行ったことある遊園地わかんない。どこならあるんだろう遊園地って言われると難しいな。長島スパーランドとかあの水族館というかあれは遊園地ではない水族館だけどあのめっちゃ地元って感じがするけど岐阜にあるねアクアトト、アクアトト岐阜ってとこがあるんだけどそこにも確か観覧車があるんよ。それ乗ったことある。観覧車好きかも私。見つけると乗りたくなっちゃう。そうなの。白黒で猫いいね。よきよき。ハロウィンの飾り付けはできたらいいね。ここに飾り付けたいね。リクスのカボチャ風え、わかるよスーツ、わかるよ。いいね、楽しみ。白猫、黒猫でやるのいいね。富士急はどうなんだろう、あるかな。え、なんか多分遊園地いろいろ行ったことあるけどどれがどれかわかんないよね。わかんない、わかんない、名前が出てこないけどでもいくつか行ったことあるはず。そうあるか、え、どこがあるんだろう。もうなんか遊園地どこに何があるかあんま分かってないや。でもいろいろ行ったことはあるはず。あ、でもほ、ちょっと待って、合ってるかな、これホワイトサイクロン、これは長島スパーランド行ったことある。ホワイトサイクロン、これ乗った、これ乗った記憶がある。この名前はなぜか覚えてるから。そうホワイトサイクロン乗ったことあるから長島は行ったことあるね。そう3回以上ダメです。観覧車いいよね。アクアトト行ったことある。本当アクアトトも何回行ったことあるかって感じ。アクアトト好き。そうなんよ。写真残ってた。いや私ね写真とかあんま撮らなかったタイプだから、学生の時。そうだからあんまないね。行ったことあるって言っても小学生か中学生か。でも小学校高学年とか中学生の時はバレーボール、バレー部入ってたから土日とかは遠征、県外の遠征だったりとか練習試合とかあったからあまり出かけてなかったからね。そうコースターあるね、カフェとか、あのなんていうっけ、スイパラとかね、コラボしてると推しが出るまで弾きたくなるのはわかる。あるある。ないかな、ハウステンボス。どうだろう、どこがあるんだろう。
覚えてないよね、あんまり。発生も長崎のとこは行ったことないね。なんかガマ氷だっけ、なんかなかったっけ、ガマ氷のなら行ったことある。ガマ氷なんかさあるじゃん、そういうガマ氷の方、ガマ氷の方、ラグーナテンボスなら行ったことある。ラグーナテンボスは中学校を卒業した時に行ったね。中学校卒業して卒業式のちょっと後に行ったことある。私はスチールドラゴンは乗ったことないかも。そう、バレエ好きだった。そうなの、体育会系の部活だとねそうなりがちよね。そうなんよ。ナキョワンダーランドは多分ないかな。レゴランドはないかな。ラグーナテンボスだ。ラグーナテンボスなら行ったことがある。そう、ラグーナテンボス、ラグーナテンボスに友達と電車に乗って行ったことがあるよね。そう、ここもね観覧車があるんだけど、本当は乗り寄ってあったけど、行った日が風が強くて乗れんくなっちゃったんよ。悲しい。確かにガマゴーリって字がねあんま読めないね。確かに地元の人とかじゃないとわかんないかも。これはそうなんよ。ジブリパークもないね、意外とないかも。私が出かけるって言ったらどこ行ってたんだろう。でも遊園地系あんま行ったことないね。行ったことある、あるけど多分記憶があんまりないないね。どこ行ってたんだ私遊びに行くとき。でも友達と遊びに行くってなると遠く行くこともあるけど、意外とイオンとか行ってプリクラ撮ったりとか、そう岐阜駅行ったりとかでご飯食べたりとかだったからね。行っても名古屋とかだったから、そういうなんか卒業とか夏休みとかのタイミングくらいじゃないと行ってなかったね。まあね、中学生とかの時はバイトもできないか金もないしね。そうそうなの。これは常滑で合ってる？合ってるかな？常滑。あ、常滑合ってた。読めた読めた。全然読めた。やった。鏡が鏡原って言うけど、あんたは鏡ヶ原って言うね。でも正直鏡ヶ原なんていう人周りいなかった。みんな鏡原って言ってたね。そうなんよ。そう、アシューザンハイランド、アシューザンハイランドは行ったね、パズレンノで。でもパズレンノの企画だからね、フリーで遊べるわけじゃなかったから。そう、ジェットコースターとバンジー以外はやらなかったね。そうなの。そう、岐阜からだとそうだね、名古屋まで出るの簡単だからね。常滑、草津、どういいね。常滑りやばいね。常滑り、まあ、やめないこともないよね。常滑も確かに、確かに滑るって書いて常滑って読むと思わないよね。そう、そう、鏡原って言っちゃうね。
スカイサイクロンってあの自分で漕ぐやつ、めっちゃ音がするみたいなやつ、あれが怖いって言われてるらしいけど、私映像見たけどいける気がするんよね。私怖いもん知らずだから何でもいけちゃう。お菓子の城は行ったことない。友達が行ってたのは覚えてる。なんかドレス着られるよね。友達がドレス着てたの見た。そう、サンバ、ああ、バシューザのサンバ見たね、見たね。そう、スカイサイクロンはそう、音が怖いって聞いた、バズレーノの時に。そう、モンキーパーク行ったことないね。私どこ行っ、でも遊園地系ならディズニーとかディズニーシーとかユニバまで行ってたかも。そうだね、全部行ったことあるね。ランドもシーもユニバもに行ってたかも。遊園地よりも草屋大通り、久屋大通り、ああ読み方ね。でも名所なんて言うんだろう、そういう地名とかはあれかも。電車とか乗ってるとさ、次は久屋大通りみたいな感じで言うから、それで覚えとるんかもしれん。そう、来て撮影楽しむ人いたよね。なんか綺麗な場所だった。そう、スカイサイクロン高いとこ OK、 そう高いとこ OK だからバンジーもそう行けちゃう。バンジージャンプ飛んだ。でもワシュザのバンジージャンプは怖くなかったね。そう、全然大丈夫だった。アイドルになってからユニバは行ったことないね。ディズニーなら行った、ディズニーなら行ったけどユニバ行けてない。で、私ユニバ行くなら一回だけ行くのもいいけど、それだったら年パス買いたいって思うタイプだから。そう、私ユニバの年パスをね、高校時代からずっと欲しくて、今は高生だけど、高1中3ぐらいからかな、ずっと年パスを買ってみたくって、そう年パスで行きたいなって思ってる。アンナさんがさ、ユニバの年パス買ってたから、アンナさんがまだいらっしゃったら多分私ユニバの年パス買ってたけど、そう同期でね年パス持ってる子がいれば買って私も一緒に行きたいね。そうなんよ、喉がだいぶ良くなった。そうなの、岐阜県民なら、わかんない、これ石に鉄にしろ、どこだろう、わかんないな。でもこれ地名当てしてたらさ、地元バレそう岐阜の、そう岐阜に日本一高いとこあるよね、バンジー橋の上から飛ぶやつ。そうなの、いつか飛んでみたい。でも前モースのねお仕事だった時、滋賀の時、そう岐阜の飛んでみたいです話したよ。制服ディズニー、制服にまたがいいよね、素敵。そんなキラキラ JK だったかもしれない、もし ST に入ってなかったら。もうね、そう通信なんか制服ないしね。そうなのよ、ユニバー、そうなの、ちょっと行けばね元取れるから、そうなの、行きたいユニバー。ディズニーはちょっと遠いからね。高校卒業したらユニバー行ける時間も増える、確かに。早くね高校卒業したい。高校卒業したらさ、もう活動もね、あの X とかショールームとか基本なんでも22時で終わりだけど、24時までできるようになるし。でも個人的には学割とかを使えなくなるのは悲しい。だからあとこの半年の間に学割使えるだけ使っときたい学生の特権。そうなの、明日かいモース見てね、ぜひ。見たいけど私入れてないから見えてないよね、みんな教えて。
どんな感じだったか。そう。何回も言われて照れるわ。確かにユニバーさん、ユニバー確かに。糸代、糸代、うわ分かんない。福井との研究分かんないな。分かんないよ。高校卒業は多分大丈夫、大丈夫ですよ。そう、慶応義塾大学行かないですね。そう、映画を見に行くは確かに学生のうちに、学生のうちに学割に使えることって他何があるんだろう。私はカラオケとかしか思いつかなくて。そう、大学に行ったら確かに学割に使える、確かにね。大学か、でも行く予定がないんですね、悲しい。そう、五平餅美味しいね。そう、学割、学割なんかあるんかな、学割。学、え、ゴンチャ、確かにゴンチャ使えるわ。前に行った時に使えるって書いてあった。すごいよね、学割使えるの。あとなんかね、今はもう使えなかったけど、あの本通りの辺にあるお洋服屋さんで、前までは学生証を出すと 5% オフだっけなみたいなお洋服屋さんがあった。そう、学割ありがたいですね。学割ね、いいね、学割。帰省だと電車の学割、確かに確かに。通学とかでね、学割とかあったね。遊園地って学割あるよね。そうなのよ。動物園水族館系あるよね。行けるうちに行きたいね。行きたい。でもやばいよね、高校もあと半年だって。10月11月12月1日3月、やばい。学割というか学生料金、あ、最初からね。いいね、学生、学生っていうのも残り半年なの、やばい。 JK っていうのも残り半年、そうだよ。そっか、選挙、選挙だ。18歳になったからできるのか、学割。遠い昔の話、やばいね。これはなんて読むんだろう。鳥に羽、多分ないね。留年はしないよ、大丈夫よ。ギフトカードとか懐かしすぎる。ギフトカード持ってればゲームセンターでなんかコインのゲームのね、コインが30枚もらえるみたいなのあったね。懐かしい。ギフトカードプラスってあったよね。家庭に子供が3人以上だとプラスみたいなのがもらえるみたいな。懐かしい、やば。さて、今月の課題、今月の課題、ちょっと待って、今月の課題さ、まだ私さ見てないんよ、どんぐらいあるか。怖くて見てない。あ、でも今月はそんなに予定が詰まってるのは今週だけだから、どうにかなりそうな気もする。ちょっと今月の課題を見てみましょう。10個はないといいな、1桁だといいな。早めに終わらせたらね、楽なのは分かってるんだけど、それがなかなか手が進まないんだよ。そうなの、今月3分の1層追加層経過したのにまだやってないんですよ、実は。いつももうね、月末に全部やるタイプ。そうなの、やってない、やばい。なんかこのさ、あ、やらなきゃだな。
やだ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 、そうまだそうなの手もつけてないです。でなんとか毎月期限までに出してるから、まあ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 、私だって一回も提出期限遅れて出したことないからね。ログイン情報が載ってるやつが多分携帯の方にしか情報ないから今ログインできなかった。残念、終了遅れてはないけど、そういつもギリギリに出す、残り数分とかで、そうちゃんと締め切りまでには終わってる。大丈夫、終わってればいいよ。期限を過ぎたらね、減点対象だけど、期限までに出せば1日に出しても30日に出しても点数は変わらないから大丈夫。いつも23時台に出してるやばいやばい。月末は今のところね大丈夫そう。話し会ぐらいかな。でも急に仕事が早く止まるからね。そう課題はそうだよ、配信しながら一人ごと話してたらなぜかできちゃうからみんなのおかげありがとうだね。声治ってきたでしょう、よかった。本当に1月になんとか痛くなった時よりも治るの早い。いや、セスティー入るまで超健康人間だったけど、エスティー入ったらさ、一人暮らしだしさ、慣れない環境だしさ、そう体調を崩すこと増えた。私だって高校1年生の時一度も休んだことがないし、よく小学校でも皆勤賞もらってたタイプなのに、グループに入ったら体調よく崩すようになりました。一人で全部しなきゃだからね、大変だね。黒猫姿で課題やばい。そうや、月末は確かに今月はハロウィンだわ。頑張らなきゃですね。ねえ、生活リズム安定しないね。この仕事はどうやっても多分安定しないよね。日によって全然スケジュール違うし、ご飯を食べるタイミングもね、レッスンとか入ってたらバラバラになっちゃうし、まだ暗い時間とかからね、そう起きて移動行かなきゃいけないみたいなのもあるから、そう大変ですね。
校卒業したらハードになるかな。で、私が今高校卒業して怖いものは税金。税金が怖いです。学校はね、終わるからいいけど、怖い、一番怖いこと、税金。同期でもうさ、成人してる子でさ、税金がって言ってるとさ、あ、私ももうそろそろかって思う。怖い、怖い、税金怖いよ。そう、生々しいでしょ。でも一番怖いもの、高校卒業した後に怖いもの、リアルでしょ。今一番私が恐れているものですね。そう、確定申告、税金怖い、怖いです。本当にとっても怖い。でも今いろいろさ、活動においてさ制限があるけど、それがなくなるのはすごい嬉しいね。グラビアやばい、確かにね、18歳からいただきますね。確かに確かに、まあするようではないんですけど、でも私の一個上のさ方とかもさ、そういうのができるからさね、同じ48グループ内でさ、そうやってさ18歳以上の方できるから、そういうのを見るとわーってなる。だって同期とかもグラビアできる子がほとんどだもんね。そう、ソラハさんが AKB さんの言ったのあげてる、いいな。私も行く予定だったのに、悲しい。きっと行った人もいるんじゃないかな。みんないいな、すごいね。3日連続で市長公演、香川、岡山、広島って大変だよね。いいな。佐藤愛理さん、佐藤愛理さんがさ投稿してる写真のさ、このぬいぐるみ両方私も持ってるやつだ。わお。そう、ひーちゃんといちごが言ってた。そうなんや、私も行く予定だったのに、マネージャーさんに忘れられていて行けませんでした。悲しい。そういうこともあるよね。でも劇場にね行ってみたいから、そうにあれしたら行きたいね。
でも AKB さんもツアーだいぶだいぶもう回ってるんだ。次は明日が大阪で明後日が奈良、すごい大変だ。でも3日連続って大変よね。3日連続はさすがにないけど、2日連続で4公演そうならやったことがあるけど、そう体力的に大変だからね。すごいですね。10月17日愛知県行けんのかなこれでもマネージャーさんの同行が必要だからね、多分ダメだと思う。実家にこのタイミングで帰ったらいけないこともないけど、すごいね、北海道と沖縄も行くんだ、大変だ。こっそり行くのやばい7周年ツアーも連続だったね。そうね、そう制限がありますから。リコジさんも行きたかったの、リアチューも行きたかったって言ってたし、そうみんな行きたがってたんよ。そうなんよ、私は本当は行く予定だったんだけどね、そうマネージャーさんが私の存在を忘れていたみたいで行けなかったです。悲しい。そう忘れてたって言われちゃった。そうなんよね、行くべきだよね絶対に。同じ公演をしてるわけではないけど、きっと刺激になったりとかさ、自分たちもこうなりたいとかって思うことがあると思うし、行きたかったね。みんなで乱入やばいそうお詫びを要求やばいやばいねそれは。今日はね2期生さんはさ、多くが福フェスも行ってたからね、行けるメンバーさん限られてたよね。私本当はあれなんよ、いちごと同じタイミングで行きたいって言ったけど、マネージャーさんにね、私は行けなかった、 LINE で送ってなかったからね、悲しい。まあ代わりに今日一日ね、そうゆっくりできたからいいでしょう。わびおたかずで死刑やばい行きたいね。実家に帰ったタイミングとかでさ、そう岐阜からならね、 SK さんの劇場って遠くないから行きたいけどね。でもマネージャーさんの毒が必要だから簡単に行けないんですよ。次の15日は倉本花さんの生誕祭、ほとんど同期なんだ、いけんのかな。でも直前すぎるよな今だと。でも実家にさ、このタイミングで私帰れるよね、日程的にはさいけるけどさ、倉本花さんの生誕祭多分マネージャーさんが OK をそうしてくださる可能性は低いから行けなそう、悲しい。そう同行が必要だからね。
広島県内ならそう行きやすいけど、それ以外はね難しいね。例えばね、あの舞台出るとかで AKB、 あの舞台出るとかで長期間東京行ったりするとタイミング合えば行けるけど、そうダメなんよ残念ながら。そうこっそり行っちゃダメなんかね、やばいバレたら怒られてしまう。ファンが毒やばいそう出張になってしまう SK さんだと。でもさ STU が愛知とかの辺でさイベントあることってあまりないからさ、そうアイドルあれも大体なんかないだったけど、だからね行くこともあまりないし難しいですね。バレちゃうかなバレちゃうかな。そう名古屋でお話し会もねないからね。わあでもせっかくの生誕祭行けたらいいのにね。そう勝手に行ったりしたらね先方にも SKE さん側にもそう迷惑がかかってしまうし大変だからね。でもちょうど帰るタイミング行けそうな公園がいくつかあるよ。わーん公園3日連続ある15、16、17行きたいのにね。断層で行くやばいやばい。そうタイミングが合えばね行けたらいいけど、それか STU を卒業してからかな。それからなら行けるから、そうアイドルさんのライブとかにそれからなら行ける。リーチ言ってるね X 流れてくる。行きたいね私も。そうまだ先の話ですね、いつになることか。そう卒業理由がカナイドのライブ行きたいからやばいさすがにそれはないよ大丈夫。
かったね。いい、なんか集合写真のこの衣装すごいさ、見覚えがある衣装、よく見る衣装。そうなんよ。フェスをフェスをやんのは難しい、あかりさんだからできることだね。そうだよ、広島公演とか。うわ確かにね、行くの大変だよ。今年はなかったしね、乃木坂さんのツアー、広島公演は。去年はあったけどね、去年は確かうちらもスタートツアーとかやってた時期だからね、行けんかったんよね。行きたかったね。そう今年はそう、そうなんよ、広島なかったんよね。来たらよかったけどね。また来年あるのを待つしかないですね。あ、この動画食ってないだけど、カツは買ってないね。写真はね、買いたいけど送料が必要だしね。うん、プロ野球ティップス、確かに。もう台所の人入れちゃったよ、持ってこよう。あとで プロ野球チップス、次は緑色だったね、色が変わってた。そう、思い出しやらやばい、もうあれは事故だよ、島内選手は事故だよ、あれはびっくりしたもん。あんな奇跡起こるってぐらい、特定の場所、顔の場所だったけがね、破けちゃったから、びっくりびっくり。開封するの楽しいよね。私は野球の知識がもうさ、選手とかの知識ゼロだから。そう、私は分かんないけど、みんなはめっちゃ分かってた。そう、分かんない、私は。そう、あの投げ方は反則でしょってレベルで、あれはびっくりしたね。緑のチップス持ってくるかな、どうしようかな。前のでも半分の量しかないよね。プロ野球チップス、ビシエド選手が平らそうなの。プロ野球チップス、でも私もさ、ゲーセンとかでポテチ取るけどさ、そんな食べないからさ、
そう、今家にポテチがいっぱい。あんまり食べないね。全部いちごいき。そう、食べたくてとかね、ぬいぐるみが欲しくて取ることもあるけど、そう、基本はね、取る方が楽しいからやってるから。そうなんよ。うん、ウクフェスの、そうだ、クジの知らせが来たね。ウクフェスの漫画編、もうその時にはゆいたんがいないけど、 2.5 期さんと3期生徒で出演させていただくんです。ありがたい。ウクフェス漫画編、そうなの。おじさんじゃないから、ビシエド選手は親戚じゃないから。そう、愛媛みかんポテトチップスって何？みかんのポテチやばいね。みかん食べたい。どんな風になるんかな。このさ、あの2期生さんとかがさ、今までそのクフェスね、そう出てたけど、どんな瀬戸入りだったんだろう。今回どういう風になるかな。しかも今回さ、今度7フェスにも出演するんだけど、高猫さんが出るからさ、ひーちゃんがね好きなグループだから、ひーちゃんこれは喜ぶなって思って始めていただき、嬉しいね。ほんのりみかん、すごい、なんだろう、皮とかが使われてるんかな。そう、どうだろう。確かにクフェスのこのレッスンがどんぐらい入ってくるんやろうね。どんなセトリになるかもわかんないな。これで 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14。あかりさん合わせて14人か。わあ、ゆいたん、ゆいたんは、ゆいたんは悲しい。そうなの、キャリーバー出た。そうなのね。そう、 2.5 期さん、3期とあかりさんですね。新規の曲をどんくらいやるかだね。本当に何フェス出る中で好きなグループさん、私は基本48グループと坂道グループさんしかね、そう今まで通ってきてない人間だけど、最近やっぱり高猫さんがさ有名になってるじゃん。うちのお母さんでも知ってた。お母さんアイドルそんな詳しくないけど、だからやっぱ気になる。あとはホワイトスコーピオンさん、かわいいよね。ここで初めてお披露目のグループさんもあるから、それも楽しみよね。どんな曲をやるのか、福フェスは申し込み待ってるね。イコラブさん系も私通ったことないよね。イコラブさん、ナミさん、ニアジュさん通ったことないね。そうなの、デートグループか坂道グループだけだね。思い坂道グループかな。でも乃木坂さんが好きだね。あ、新しいグループねできるみたいね。ユーナが好きだね。そうだね、クラブ系は。そうだね、どんな曲やるんだろう、楽しみ。でもレッスンの時にさ、あれでしょ、あの 2.5 期さんと3期とあかりさんっていうことでしょ。不思議な感じだどんな曲やるんやろうね。今日のね出
二人がどんな風だったのか気になる。普通なら盛り上がる系かな。言えてるやつあるかな。あかりさんとしたい。あ、ストーリー上げてる人がいる。誰？ ST48 クライムリバーヘビーローテ、春夏秋冬季、ここサングラス、ペダル、夢力、10曲か、なるほど。でも定番曲だね。シティの曲中心だね。ヘビーローテとリバー以外は、なるほどなるほど。ユタイラットにいればありそう。鬼滅楽曲はあると思う。確かに 2.5 期さんにね、キャプテンがいるから、キャプテン、キャプテン両方出るね。確かに確かに。リバーが良かった。いいね。やばいね。あかりさんがさ、一期生さんだから、2.5 期さんと3期だけだと13人になっちゃうの。やばいよね。少ない。あいこじ、あいこじさんだったんだ。リバーの書き換え、そうなのね。STU タンタンタカンタタン48タンってやったのか。いいな。 STU だったら誰がやるんだろう。3期とか 2.5 期さんやったらリオさんがやってほしい。私のイメージ。近いね。そう、高猫さん出るね。会場はどこかな。見てみよう。クイズやばい。そう、でもフェス系のレッスンはいっぱいではないと思うから、なんとかなるかな。そう、高猫さん、そうなの。 ST あの7フェスでね、そう出演する。順番的にそうなの。近いよね、私たちの後だから。お会いできそうだね。ひーちゃんがさ、私がさ、その出るからフェスに。そう、ひーちゃんもこのフェス、そう、高猫さん出るから出たかったって言ってたから、会えるの嬉しいよね。これはかねこさん、前にお写真を撮ったことあるけど、全メンバーさんにお会いするのは初めてだね。今回が明日、イモースもあるし、下北もあるんだ。たくさんだ。イモース見てね、後編。ビルアップさんも、あ、そっか、そうなのね。そうだ、同じフェス出られるもんね。いいね。
今度はもう愛することになるんだね。そっか、もう来月にはユイタいないのか。この間電話した時に、そう、スキアパート何するのって話したんよ。そう、楽しみだね、何があるか。明日の下北生電話あるよ、待ってるね。生電話やばいよね、どういう感じなんだろう何人ぐらいするんだろう。吉本香川をいいじゃん、待ってるよ。公園かな。誰ぐらいかなね、どんぐらいするのかわかんないや、初めてだから楽しみ、待ってるね。みんな気づかないの見て、これ私は配信が始まってから誰が気づいてくれるかなって思ってたのに、見て、来た、気づいてくれなかった、悲しいそう、前髪切ったんよ、もう30分ぐらいかけて切った、もうミリ単位で調節してた。気づいてた？言ってよ、誰が気づいてくれるかなって待ってたんだよ。気づいてない、気づいてくれないからしょぼんだったのよ私は。そう、めっちゃミリ単位で調節した。昨日ね、長ってなって、そう、これは切ろうって思って。気づいてたよ、うわ絶対嘘だな。みんなが気づいてくれなかったから私は落ち込んじゃうよ。いい感じじゃない？めっちゃ切り、本当に見れたい。違う、え、でも昨日朝がこんぐらいあったんだけど、切って、そうっていうより切って、でそっからさらに調節した。めっちゃさ、芸術的なレベルでさ、綺麗じゃない？そう超芸術レベルで綺麗じゃない？まっすぐじゃない？伸びるの早いでしょ？めっちゃ早いよ、前髪は特に。でも今は人生で一番レベルで髪長い。そう、1センチぐらい切ったかも。目の辺まであった。こんぐらいはあったと思うから。そうなの、前髪大事です。誰が気づいてくるかなって会ってたのに。そう、プロにしてもらったみたいでしょ？綺麗でしょ？そう、触覚は特に触ってないけど、前髪をきれいにしたんですよ今日は。今日前髪がうまくいった。まっすぐでしょ？そう、昨日はなんか長さがね中途半端だったから、あの流してたんだけど、ここで分け目作って、そう、めっちゃきれいに切れた。え、どっちが長いとかないよね多分。くしとんといてる感じで多少差が見えそう。でも今めっちゃまっすぐじゃない？
え、プロだよねこれ多分。プロよね、プロの仕事です。前髪合成やばい。スクショタイム全然いいよ。そう、顔に集中してた。言い訳ベイビーやばい。そう、生電話して、え、待ってるよ、生電話来てくれるの待ってるよ。気づいたけどそっとしといた。嘘だそう、眠いかなと思ってた。本当にそう、私では、え、でも気づくよ。でも男性はさ、前髪だけ切ることってあるの？基本もうカットに行くんじゃない？女性はさ、前髪だけ切ったりとかよくあると思うけど、どうなんだろう。だって私弟が前髪切ってるのとか見たことないからえ、でも私でもファンの方とかマネージャーさんとかは気づくね私の前髪も切ってあげたい。めっちゃ綺麗よ。めっちゃ綺麗に切れると思う切る髪が、あ、ちょっとそれは気まずいじゃんそれは気まずいじゃん。切る前髪がちょっと気まずいじゃん。明日話せる、え、待ってるよ生電話。そう、触れちゃいけない。たまにほんのちょっと切るだけだけど。あ、そうなのね。そう、目に入りだしたら切る。あ、なるほど。文房具用で切る。私も私もさ、そんなカット用のハサミなんて持ってないから。文房具用、あの保育園か小学校から使ってるハサミで切った前髪そう伸びてくると、そうなの、やだよね。目に入るのが、視界に入るのもやだから切るんよ。超綺麗じゃない？もう芸術レベルで今日綺麗だから、やばくない？めっちゃ伸びるの早いからさ、ちょっといつもよりも短めに切っちゃった。パッツンだと何の髪型が合うんだろう。ナナフェスとかさ、髪型どうしようかな。本当に綺麗、やった、めっちゃ褒めてくれるやん見れたい。そう、ずっとそうなの。みんながいつ気づいてくれるかなって待ってたけど、みんなが気づいてくれなくて悲しい。そうなのよ。そう、パッツンなら何の髪型があるんだろう。毎日スクショして比べる、やばい毎日スクショやばいな。ここの毛がねないからね。そう、ここがちょっとおはぎちゃん。みんなこうなってるらしいんだけどね、人間は。ここが見えると顔の面積が広く見えるので、ここは隠すといいらしいです。大事です。そう、先月から気づいてた、やばい。フェス何にしようかな。サイドポニーいいね。そう、推しの髪の変化気づか、あ、星になっちゃったでも気づいてくれると嬉しいよね。メイクの変化とか髪の変化とか。普通におろしもしたいけどね、最近してないから。ストレートおろし、毎日髪切ったコメントやばい確かにいつかね当たるかも。触覚かわいいの嬉しい。触覚の量ってむずくない？なんか流行りとかもあるしさ、なんかめっちゃ多い人もいれば少ない人もいるしさ、巻き方もいろいろ、外だったり内だったり、なんかくにょってしてたらからむずいよね、触覚って。そう、姫カットが似合いそう。姫カットか、前髪天才でしょ。やったやった、フェスだと目立つのがいい。ああ、なるほどね。あれにしたら、なんかあれ、噴水ポニーとかしてみる。噴水ポニーしてみたい。あ、ナナフェス噴水ポニーにする可能性あり。衣装ももうさ決まってるんだけど、そう、噴水ポニー合うかも。そう、昨日より一段と可愛くなったのに気づいた、嬉しい噴水ポニーしてみたい。触覚はアリ派だね。一個前のアーシャはなかったけど、アリ派ですね。ここの面積あるないでだいぶ変わりますから。噴水ポニー、あかりさんがよくしてる感じ。そう、そうなんていうのこれ、
感じ、なんて言うんだろう、髪型噴水ポニーいいよね。帽子ないとそう髪型冒険できる。そうなんよ、普段よく出演してる僕隊はね、あの帽子があるからね、そうたまにね、あーこれはちょっとできないなみたいなのあるけど、確かに噴水ポニー良いかも。噴水ポニーいいな。騎士団か、騎士団ね。騎士団の髪型、どんな髪型、うおー、なんていうっけこれ、リーゼントだ、リーゼントだ、やばい、できませんできませんね。めっちゃ高いツインもできるよ、こんなとこからでもできる。今髪がめっちゃ長いからさ、噴水ポニーとか合いそうだわ。決めた、噴水ポニーにしよう。明日は自分でセットしなきゃないよ。その何がいいかな、ストレートロシか巻くか、縛ってもいいよね。噴水ポニーいいな、あかりさんが役してるね。わ、噴水ポニーにしちゃうかな、初めてする、ポニーは役するけどモリモリにしちゃおう。そう、噴水ポニー検索したらあかりさん出てくる。本当にそうなの、噴水ポニーは上目で縛っていっぱい巻き巻きするやつですね。わ、したいな、したいな。早速、あ、申し込んできた、嬉しい。クエスも待ってるね。本当だ、噴水ポニーで最初に出てくるのあかりさんだ、すご本当だ、噴水ポニーで噴水ポニーで一番最初に出てくるのあかりさんじゃん、やば。あかりさんの写真を見せてお願いしよう。キーミだ、そう、髪あげてんのが好きは嬉しいね。私も最近あげることが多い。下北は、あ、ひーちゃんの時にやったんよ。明日待ってるよ。すごい、あかりさんがトップに出てくるのやば。あかりさんの写真をお見せしよう。え、待ってるよ、あかりさんが出てきた。あるかな、なんか、あかりさんなんか最近のとこ見とツイン率高め。あ、この写真にしようかな、福フェスの時の写真、これ素敵、これにしようかな、噴水ポニーしてみよう。決めた、決めた、決めた。そう噴水ポニー程度とリネさんがいい方でいく。あ、そうなんねそう、髪型、髪型なんか私もさ、特に私は固定してなくていろいろ試してきたけどさ、なんか大事な時とかさ、なんて言うんだろう、絶対に失敗したくない日とかにする定番なんかないかな。私でも何が似合うんだろう、分かんないな。むずいよね、私が今までしたなんか髪型で個人的に好きなのは、めっちゃ細かくなるけど、バズレンドの最終回の時のハーフアップがめっちゃ個人的には好きだったんよね。
直人にバズれんのの最終回の多分顔周りの巻き方もあると思うけど、普段しない感じにしたらいい感じだったんだよね。なんかわかるかな、顔周りの巻き方かな、これが好き。あと多分この巻き方がさウェーブなんよね。そう、昨日とはまた違う巻き方なんよ。いろいろ巻き方もね、いろいろあって、こういうこの時の髪型動き、前髪もいい感じだ。この時確か準備時間がいっぱいあったんかな、だから綺麗にできとるんかもしれん。バズれんのとかも懐かしすぎるよね。そうウェーブ巻きいいよね。そうお母さんがテストしてくれたの着替えた時かいいよね。ヘアアクセサリーさあまり普段つけないけど、つけよう今度また。そう髪型でだいぶ印象変わるよね。私は巻くの好きかも。そうなんよ、ストレートもいいけど巻くとやっぱ可愛いよね。で私昨日ね、あの普段よくあの僕たちの時お世話になってる方ではなく他の方が昨日髪型をセットしてくださったんだけど、毛量の多さにびっくりされた。普通の人の2倍ぐらいあるって言われた。そうあの画像待ち受けなのが嬉しい。そうグループショットを撮るため私のアクセサリーかかったのが嬉しい。今月のやつかな、嬉しいね。そう毛量がめっちゃ多いんやって。なんか昨日してた髪型がねハーフアップなんだけど、毛量って言うとみんなが反応するから気まずいでしょ。昨日はハーフアップね、そうこういう感じで半分ハーフアップはまあそのまま半分だけアップする。そう半分だけ後ろで縛って、そうこっちの毛を下の毛を出すって風なんだけど、ハーフアップをした時にのこのね残った毛が普通の人の多分平均ぐらいの毛量らしくって、だから2倍あるってことなんだって思ってびっくりした。多いねっていっぱい言われた。私美容室に行っても絶対に毛量多いねって言われるタイプだから。そう今のこの髪の長さならさ、まあ、いつかね成人終わった後だけど切った時にさヘアドネーションできるからさ、ヘアドネーションででもなんかできるお店とできないお店があるから調べてできるお店で切りたいよね。分けてください、半分ください。気まずいやんあげたいよ、私もあげるよもう私は毛量がありすぎて困っているから。大変大変、ヘアドネーションだいぶできるよね、こんだけ長かったら。そう、まあ、人生一レベルで長くなってきたから切りたいね。そうショップで売んのやばいなんか罪にならんのかな、怖いでもヘアドネーションはいつかしてみたいことだよね、こんだけ長いから。でも意外とあのさ対象の店舗は少ないらしくって調べた時に、そういつかしてみたいよねヘアドネーション。買います、やばい、5分の1のでいいのでください、やばいおでこ広くなってきた、もうみんな気まずい気まずいもうおもろいからそうだよ、そう
そう。髪の毛やばい、お守りやばい、毛量がね本当に多いから、半分そう前髪がこう、でもみんな気まずいじゃん、そんなことやれたら。めっちゃ毛量の話してごめんやん、やばいやばい、おもろいな髪の話題は。そうだよ、コメント欄が盛り上がっちゃうやばいやばい、怖い怖い、そうだよ、汗汗です、これはやばいやばい、近いうちに美容院に行きます、毛量減らしてもらおう。そう、毛量倍あるとかマートとか、マートじゃないよ、私も大変なんだからね、毛量あると髪を乾かすのも洗うのも大変だからね。そう、乾かすのは特に大変、洗うのは、まあ、どうにかなるけど乾かすのが大変なんよ。そう、髪の量が多いから乾くの大変。そう、すいて軽くします、大事。そう、ないもの狙いなのかもしれない。あ、そうよね私もあげたいよ。そうだよ、寒し乾かすの大変。あー、最近はそう、髪乾かすのが大変すぎて、いかにお風呂上がりにタオルで水分を取れるかって感じ、大変。そう、乾かすのが大変なんよ、洗うのは別にだけど。そう、あとはイチゴが泊まりに来た時一緒に寝ると、イチゴが私の髪の毛で溺れてる口に入ってくるらしい乾かさなくても乾きます、すかなくても軽いです、気まずいやん気まずいやん、みんな。ちょっと自然で乾かすのは髪良くないから絶対しないようにする。そう、私の髪の毛で溺れてるイチゴがそうなんよ、そう、私の髪の毛にで、そう、髪の毛が口に入ったって言ってる。そう、毛量だけやばいです敵がいた、みんなそう、水と汗やばい、夏乾かすの手伝ってもらいたい。大変だよ、美容室行くと二人がかりだよ、右から左から。そうだよ、なんか美容室でさ、そのドライヤー複数人に、そう、乾かされるのと似てる感じでさ、この間8月急にさ出た時にさ、 X にもさ同期とか乗せてくれとったけどさ、そう、メイクさんが2人がかりで、でなんかイチゴ持って3人がかりとかでさ、髪とかさメイクとかしとったの、本当に面白すぎるよね。そう、ポニーだったんだけど、そう、片方はこっち側を巻いて、片方はこっち側を巻いてみたいなしたんよ、懐かしい。二人がかりやばいよね。うん、前髪はすぐ終わります。ああ、前髪で散髪すぐ終わります、気まずい。そう、髪乾かすの手伝ってほしいって言うよね。そうよ、そうなの、大変なのよ。そう、料金倍やばいそうなの、センシティブやばい、話題がセンシティブやばい、ちょっと気まずいじゃん。そう、初ファン、あ、ありがとう。置き型のドライヤー、アンヌさんが、
ちょっと気になるね、それは。いいね。少ない方が難しい。まあ確かに多いもの減らせばいいけど、確かにね、確かに逆はちょっと難しいのか。あれだね、成人したら短い髪もしたいね。アンナさんもあるね。あるね。短い髪も挑戦したい。ボブ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 したい。ボブなんかこの間さあ、短い。なんかこの間のね、そうあのホケラジ収録行った時にさ、収録する時ヘッドホンつけるんだけど、ヘッドホンでさ、ここキュッてなってさ、たまたま撮った写真がさ、めっちゃボブに見えたんよ。いい感じに、めっちゃちょっと丸っこい感じでね、可愛いボブに見えて、ちょっとその写真送りたい、みんなに。そう送りたい、メールで送るね。なんかめっちゃボブっぽい写真ができたよ、たまたま。送ろう。でもサンキはどんどん切ってったね、髪型。前、ま、うん髪型じゃない、髪の毛どんどん切ってった。思えばゆゆゆは誰一人として短くしてない。みんなロングを保ってるね。すぐにお願いします、やばい送っちゃおう。送ろう、ポップっぽい写真。ボブに、セミロング、セミロングか。でもなんか人のね、女性の髪型で一番小顔に見える髪の長さって、この顔があるじゃん、顔が2個分の長さくらいが一番女性が小顔に見える長さらしくって、小顔はやっぱりさ大事じゃん。そうだから一時期入る前だけど、顔のちょうど倍ぐらいの長さでね保ってたけど、もう今はどんどん長くなってる。そう、知らなかったでしょ、顔2個分が一番小顔に見えるらしいよ。私は今もう顔3個分ぐらいあるかなだいぶ長いから。そう、ひーちゃん短くなったね、本当に短くなった。伸ばすかやっておもろすぎる、小顔になろうとしてる、おもろいから、やばいやばい、小顔やばい。髪はどうしよっかな、伸ばす。え、でももうこんぐらい長さだあったら何でも髪型できるもんね。こんぐらい保ってもいいよね、長すぎると大変だから。かかすも大変だからね、絡まっちゃうし毛先が。もうヘアオイルもね、ヘアオイルは絶対つけるんだけど、ヘアオイルの減りも異常、異常です。成人式終わったら一回短くしたいね。そうそうなの、ここに見えて私の隣に立つと大きな割れる。私そんなにここじゃないよ、でもありがとう。そう、佐古さんは長すぎる、佐古さんほど長くは大変だね。そう、佐古さんは本当に長いよね、長いのに綺麗に保っててすごいよね。今その時に思った、3期で今一番長いのゆいたんとか長いと思う。みんなどんどん来てた。リアちゃんも結構長いよね、入ってからだいぶ長くなったね。前までゆいゆいは髪の長さもだいたい一緒だった、でもね切ったりする時もあるから、そういやちょっと違うと思うけど、ゆいたん長いと思う。長いね。さっきはロングの子が最初圧倒的に多かったけど、ショートも増えたね。ミューポンとか切るイメージなかったから、そう不思議な感じ。ユイタ長いイメージなかった、本当？ユイタ長いよね。ユイはみんな長い
みんな長いね、髪の毛は。3人でお揃いの髪型とかしてみたかった。してみたいな。そう、貴重な黒髪ロング、確かに黒髪ロング貫いてるね今ショート好きには、あー楽しみ。まあ活動中には絶対1回はショートにしたいと思うね。黒髪ロングいいね、わかるよ。黒髪ロングでしかね、摂取できない良さがありますから、何言ってんだって感じなんだけど、分かる。やっぱなんかでも制服とか着るってなるとさ、黒髪がやっぱり合うなって思う。鼻だれのさ、アンコール衣装の制服とか着たいんよね。ザ制服って感じ。ゆゆゆの配信したいね。そう、髪切ると気になってしまうのは違いない、やばい髪いつか切りたいね。私は鼻だれどうなんだろうね、特に聞いてないけど、どうだろう。とポジションが、あ、でも何箇所か一人のとこあるとは聞いてるけど、そんな多くないしな、どうだろうね。そうだね、いろんな衣装着てみたいね。なんかまだ数回しか入ったことないけど、その STA の衣装がたくさん置いてある場所にね行った時に、そう、あ、この衣装着てみたいなとかって思うことあったね。衣装っていいよね。私何の衣装が似合うんやろみんな、私何の衣装が似合うと思う。個人的着てみた衣装は、夏好きとか、そう、夏好きとか着てみたいんだけど、赤の衣装で、ね、あとなんだろう、やっぱ歴史がある衣装ってなるとさ、暗闇とかの衣装もいいよね。夏好き可愛いよね、やっぱり。何の衣装が似合うんだろうどうだろう。夏好き似合うかな。うわー着てみたいシャシャね、あ、いいね、ピンクの衣装ね、可愛いよね。いいね、確かに確かに。花谷のユニットの衣装ね、どれも可愛いよね、素敵。リフ衣装は、あ、わかるよ、青のやつかな、いいね。今日のアクベスヘタレの衣装だったの。そうなんだ、表題曲の衣装はさ、フェスとかできることってさ、あまり多くないからさ、珍しいね、それいいね。ヘタレ、ナナさんのあたりが着てたんだろう、気になるね。服の衣装確かに可愛いね。クフェスはやっぱ行ってきたんだね。あ、行くって言ってたもんね。いいですね、いいですね。クフェスヘタレの衣装来たんだ。じゃあ私たちのさ、この第3代に 2.5 期さんと3期で出させていただくのも、普段着たことない衣装着れたらいいな。新しい衣装を着るとやっぱワクワクするんよね。そう、リフ衣装、見せると着るの衣装かわいいね。なんかネクタイみたいな、ネクタイ、なんかこういう三角のやつがついてるやつかな、合ってるかな。
そう、次はあかりさんと 2.5 期さんと3期なんよ。そう、明日のラジオ見える？え、嘘。でも私はあれだよ、今までの子と一緒でオンラインだよ。そう、え、でもな、ラジオとかでさ、ラジオ撮ってる場所にさ、ファンの方がいっぱいいらっしゃる写真とかたまに見るじゃん。憧れるよね。生電話、生電話がさ、本当にさ、どんなのかが分かんなくて楽しみ。いつか公開生放送はしてみたいね、してみたい、やってみたいね。わー、憧れるんよねあれ。あー、コロナが流行ってからか、公開収録系が減ったのは。なるほど、またいつか会ったらいいね。そうだね。うわー、してみたいね、それは。誰かと一体が初公開された福岡のラジオが行った。おー、いいね、いいね、いいね、いいな、それは羨ましい。ナフェス、え、待ってるよ。チリパ、確かに3期生まだ出てないね。チリパ出たいですね。おきさんが倉敷やってて聞いた。わ、いいね。公開収録系いけるのいいな、羨ましい、素敵。ラジオの公開、あ、行ったことあるんや、いいね。チリパもそうだね、出たいね。下北現場行くと、あー、なるほどね、オンラインなんよね。でも悲しいけど、いつかね、公開収録もしてみたいね。あ、今日早めに終わってさ、さっき話してたさ、ボブに見えるって写真メールで送って終わろうかな。決めた、そうしよう。そうしよう、メール。よし、じゃあ壇上読んで終わろうかな。18からいきます、なるみ、18さん、18からいきます。18、なるみ、あとクエス番外編ユニア希望やーさん、待っててね。17位マーさん、16位トーマさん、15位ナオニャと、今日も寺、かわいい奥田ゆいなちゃんのトリコ、わ、トリコダニャンさん、嬉しい。14位ワンタさん、13位鈴木一郎さん、12位ディナーとクザミンさん、11位レグルスさん、トップ10、10位ラベンダーバージョン系 A さん、9位ももさん、8位なんかなっしょ。どうした、どうした、なっしゃん、普段名前変えることないのにびっくり。7位ヤマシンさん、6位ヤオタとつまみんさん、トップ5、5位イケピシさん、
4位マクアットつまもみんさん、そしてトップ3、3位シロタンさん、2位スプマーテさん、そして今日の第1位はタカ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 、今日のランキング1位はうまちゃんあとボーが楽しみさん。まだ2年後とかになると思うけど楽しみにしててね、ありがとう。じゃあ今日は終わって最後にメール送って終わろうかな。今日はまた明日です。明日は下北と妹相撲もあるのでぜひ見てください。ボブの写真を送りたいから、そう待っててねってことで終わります。またねー、バイバーイ。バイバーイ。